チノの〇〇占い。チノがコーヒー占いができることにちなんで、毎回私たちがいろいろな占いを学んでいくといったコーナーです。はい、リスナーの皆さんからいろいろな占いや心理テストが届いたのでやっていきたいと思います。はい、ついにね、ちょっとやりたいなって言ってたやつ ね、うんうんうん、来てるので読みますよ。お願いします。ラジオネーム神圭さんからいただきました。ありがとうございます。いのりん、たねちゃん、ごちらじわごちらじわ。私は大学で心理学を学んでいます。すごい。なので学んだことを生かし、ご中佐ともかけまして、簡単な心理テストを作ってみました。ありがとう。ぜひやってみてください。ここに5つの飲み物があります。あなたはどの飲み物を飲みますか？1ホットコーヒー、2アイスコーヒー、3カフェラテ、4紅茶、5緑茶。おお、ご中佐にかかってる。これでわかるの？どうしよう。でもちょっと私はね、3つはもう消去されているから。あ、そっか、コーヒーは飲めないから。あまりどうしようかな。今飲みたいものそうだ、ね、いいかな。私は、紅茶。私はじゃあカフェラテ。お、じゃあ3と4ということですな。じゃあ答えというか、まあね、これリスナーの皆さんも今想像してみてください。じゃあまず、タネちゃんの選んだカフェラテ、カフェラテを選んだあなたは、自分より友達や周りの人を大切にする人。ほー、いいやついいやついいやつだ。そして紅茶。いのりちゃん、紅茶を選んだあなたは場の雰囲気を良くしてくれるムードメーカー的な人。いいじゃん、いいやつ。これいい占いだ ね。で、ちなみに選ばなかったホットコーヒー、もしかしたらね、リスナーの方でね、いるかも、選んでる方もいるかも。なんでホットコーヒーを選んだあなたは、物事を冷静に捉えることができる人。真面目というか、ね。次アイスコーヒーを選んだあなたは大胆で冒険心が強い人。そして緑茶ですね。緑茶を選んだあなたは穏やかでどんな人にでも優しい人。楽しんでいただけたでしょうか。なんかこれいい占いだね。ね、いいことしか書いてない。嬉しいね。ほら、当たってるね。当たってるね。当たってる。こういうところあるし、あるね。やっぱ雰囲気良くしちゃうんだよ。やっぱね、いのりちゃんちょっとムードメーカー的なとこにじみ出ちゃってるよね。出ちゃう。場の雰囲気が良くなっちゃうんだね。私もね、ちょっと友達大切にする感出ちゃってるよね。出ちゃって、やっぱりいい人オラ出てるな。すごい優しいもん。もうちょっと感情込めてきて。タネさん優しいよ。ありがとう、いのりちゃんもムードメーカーだよ。ありがとう。よくしちゃうんだな、雰囲気を。じゃあ次。疲れ始めて三千里さんから。大丈夫？緑茶あたりをあげたいな。水瀬さんと種田さん、おはこんばんは。おはこんばんは。僕が知っている心理テストを送ります。お互いの手を見せ合って、いずれかの指を握って、ってもらってください。あ、それしか書いてないから、じゃあどちらかの指を握るってこと。え、どの指でもいいか。どの指、じゃあまずいのりちゃんの指を、直感でみたいな。直感せーので握る。せーので握る、うん、なんか変な感じ、せーの、すっ今2本使う、こっちかこっちかな。私が人差し 指で、タネさんは私の人差し指を持ってて、私はタネさんの薬指を持ってる、じゃあこれ私が人差し指で、何相手が選んだ弓によって自分がどのように思われているのか知ることができます。え、怖い。何だから相手に思われてる感が分かるってこと、人差し指を持ってくる。私がいのりちゃんのことどう思ってるか分かるってことだ。人差し指、好き。バレちゃった。ちょっと早い、まだ4回目だよ。ちょっと第一印象から決めてました。ちょっと待って、ちょっと待って、私、ちょっと待って、いのりちゃん何、薬指嫌い。ちょっと疲れてんじゃない、やっぱ疲れてんだよ。ほらこれも嫌いってやつも変えちゃうもん。変えちゃおう。これを嫌い、嫌も嫌よも好きのうちみたいな。そうそう、大好きってしちゃえばもう。ほら好きのせい。でもほら、何とも思っていないよりはいいじゃん。これが一番やばいね。あ、でちなみに親指は尊敬している。人差し指好き、中指友達、薬指大好き。だってね、結婚とか。そうだよ、だって薬指指輪するじゃん。ね、で小指が何とも持っていない。私たちは好きと大好きを使うんだって。素晴らしい、やっぱり、ね、これぞパーソナリティだよ。そうしそう。やばい、心理テスト面白いね。本当だよ、本当に嫌いじゃないよ、タネさん。大丈夫。この人のせいでさ。ちょっとなんか、やだやだ。どうすんの。本当だよ、好きだよ、大好き。これちょっとでもさ、現場でやろう。あ、今度やろう。あやねちゃんちょっとやろう。やろうやろう。絶対悲鳴あげると思う。じゃあ覚えとこうじゃん、これ後でちょっと写真撮っとこう。うん、あー面白い。汗かいたよ、見た瞬間もビビ、もうどうしようかと思ったよ。終わった終わった。なぜ掴んじゃったんだ、ちょっと撮り直そうかって。ちょっとね、
あーもうびっくりした。大好きだから。そうそうそう、そう嫌いなんてなかったし。嫌いはね、好きの裏返しなんだから。そうだ、そう分かってないよ、人間を。そうもっと心理学学んでね。はい、ちゃんと色回復して本当ですよ、うん、疲れないで、はい、はい、皆さんもぜひやってみてください。、はい、以上、ちののまるまる占いでした。